2023年10月17日、防衛省装備庁が将来兵器として開発を進めているレールガンを、海上自衛隊の試験艦アスカに搭載した上で洋上発射試験が実施され、世界で初めて洋上の艦艇からレールガンの発射に成功したことを明らかにした上で、その際の様子が撮影された動画を12月1日に同庁の YouTube 公式チャンネルにおいて公開したよ。また海上自衛隊からも10月17日、陸上装備研究所が実施するレールガンの開発状況についてのプレスリリースを発表し、海上自衛隊は、このような新装備品の研究開発に際して、自衛艦隊レイカの開発隊群に所属する試験艦アスカを活用していると明らかにしたほか、同日付の SNS の XQ Twitter への投稿においては、自衛艦隊司令官の斉藤聡海将が防衛装備庁の下北試験場を訪問して、レールガンなどの最新の装備品開発状況を視察した際の様を写真付きで紹介しているな。ただし、この洋上発射試験が実施された日程や実施した海域などについては、防衛装備庁も海上自衛隊も明らかにしていないみたい。今回はそんな防衛装備庁が開発中のレールガンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回の洋上発射試験に使用された試験艦アスカは1995年3月に就役していて、海上自衛隊としては15年ぶりに登場した試験専用艦で開発隊群技術評価開発隊に所属して省力化やステルス化を目的とした艦載兵器実験艦として運用されていて、他に同型艦はないんだ。なお、アスカという艦名は、海上自衛隊における試験艦の命名基準である名所旧跡のうち、文明文化に関する地名から考えられ、日本の古代大和朝廷が栄えた地である飛鳥奈良県飛鳥村にちなんで命名されたよ。飛鳥は基準排水量4250トン満載排水量6200トン全長 151.0 メートル全幅 17.3 メートル深さ 10.0 メートル喫水 5.0 メートルの大きさの艦体を持ち、これは護衛艦で言えば村雨型基準排水量4550トン全長151メートル全幅 17.4 メートルや高波型基準排水量4650トン全長151メートル全幅 17.4 メートルなどの汎用護衛艦 DD に匹敵するね。遮漏甲板型の船型が採用されていて、監視と艦底に新型の水上艦用ソナー OQSXX が設置されているな。そのため、停泊中に闘病したイカリやチェーンが OQSXX に干渉するのを避けるために、ソナー設置位置から遠ざけるように艦首が鋭く突出しているのが艦型紙の特徴となったぜ。この OQSXX は艦首バウドーム内に設置されたシリンドリカルアレイ CA と艦底に長く配置されているフランクアレイ FA からなっているが、予算の関係上から通常左右両舷に配置される FA は片舷のみ装備されているらしい。また艦橋の形状にも特徴があり、4層の艦橋の最上部にはレーダーの試験機材を搭載するための構造物が設置されており、就役時にはその構造物に射撃式装置3型 FCS3 の試作アクティブフェイズドアレイエイサーアンテナが4面に配置されていたよ。この FCS3 はその後2000年平成12年に〇〇式射撃式装置として正式化され、最大操作距離 200km 以上、最大追尾目標数300個という高性能な射撃式装置となったね。ちなみにアスカに搭載されていた FCS3 試作品の部品は、試験終了後ヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH ヒューガと伊勢の2隻に転用されていて、エイサの素子を取り外したアンテナの大枠3機がヒューガに、1機が伊勢に搭載されているぜ。このエイサアンテナは全て撤去され、レーダー機器室にはカバーがかけられていたが、2014年平成26年以降は FCS3 の性能向上策の一環として開発された X バンド多機能レーダーの試作機が搭載されて海上試験が実施されていたな。また、乗員72名の他に試験要員として100名を収容可能で、海上自衛隊の自衛官として初めて女性自衛官が乗艦した艦として知られ、艦内居住区や病室などについても男女別に設置されているらしい。
洋上射撃試験を撮影した動画ではアスカ艦上のどこにレールガンを配置したかなどについては明らかにされていないが、海面の動きなどから航行する艦上から発射されたことはよくわかり、世界初のレールガンの洋上発射を撮影した動画であることは間違いないと見られているね。搭載されているレールガンは防衛装備庁が青森県の下北試験場において、艦艇の交番を想定したとされる2枚以上の交番に対して発射した結果、それらを撃ち抜くことに成功したとされるレールガンと同型のものとされ、このプロトタイプは砲身となるレールの全長が約6メートルあって総重量は8トン、口径は40ミリメートルと小さいものの弾から体を極めて高速で射出することが可能で、試験データにおいては発射速度として秒速2297メートルが記録されるなど非常に高速であり、これはマッハ7に相当する速度で時速にすれば約8568キロ毎時なんだ。現在の海上自衛隊護衛艦の主砲である5インチ砲雲九45の初速がおおよそ秒速800メートルとされており、陸上砲ではアメリカ陸軍の 155mm 榴弾砲 M777 の初速が秒速827メートルとされていることなどに比べて3倍近い速さで弾から弾が発射され、この弾から弾が目標に衝突した際にはそれ自体が爆発力を持っておらずともかなりの破壊力を発揮するんだって。レールガンの構造は平行に設置された2本の電極棒のレールの間に金属で作られた小さな弾から弾を挟むという単純な構造で、その2本のレールに瞬間的に大きな電流を流すことで強大な電磁気力ローレンツ力を発生させ、その反発力によって金属の弾から弾を射出する電磁砲と呼ばれる兵器で、これまでのように火薬を装薬として爆発させて砲弾を射出する火砲と違い、弾から弾が音速をはるかに超える高速で射出されてかつ長射程を得ることができることから、大気圏外を飛翔する弾道ミサイルや近年において中国やロシアなどが実用化して配備している、マッハ5を超える速度で飛翔する極超音速兵器などを迎撃するための装備として期待されているよ。しかしながら、電磁力を発生させる2本のレールと弾から弾との間に大きな摩擦力が発生し、この摩擦による弾から弾の発射エネルギーが大きく損なわれるため、その損失分を補うためによりに大きな電力が必要とされ、レールガンに接続する電力供給システムが巨大なものとなり、それを設置するための広いスペースが必要となるほか、超音速に加速するためには強大なレールが必要となるなど設置できる場所が限られることから艦上への設置は難しいとされてきたぜ。また、この大きな摩擦力によって砲身となるレールが1発射するたびに激しく摩耗し損傷してしまい、連射すると弾から弾の発射速度が低下するエロージョンと呼ばれる現象が発生することもレールガンの実用化を妨げる欠点とされていたな。そのため防衛装備庁では連続射撃を可能とするべく研究開発と実験を実施し、レールガンに大出力の電力を連続して供給可能な新たな放電方式の研究開発が進められてきたと見られているほか、砲身レールの摩耗を防ぐ新素材の開発や採用などが進められたものと見られ、これらの実験によって弾丸の初期位置付近のレールに特に顕著に現れる損傷を抑えることが可能となったとされ、これまで単発でしか撃てなかったレールガンにおいて120発の連続発射実験に成功し、発射したすべての弾から弾の初速において秒速2000メートル以上を達成したとして、2023年11月に開催された防衛装備庁技術シンポジウム2023において関連資料を公表したよ。防衛装備庁はこの成果について新たな対策を施したレールガンによって、高初速の弾丸を安定して繰り返し撃つことを可能にするという研究開発目標が実現されたと説明したな。防衛省では将来レールガンの研究費として2022年度令和4年度に65億円、2023年度令和5年度では160億円をそれぞれ計上していたが、2024年度令和6年度は238億円を盛り込んでレールガンの早期実用化を目指しているほか、ドローンを撃墜するための高出力レーザーや高出力マイクロ波など最先端技術兵器についても研究開発を進めていくとしているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。